まず公明党議員団を代表して、上野貴子議員の質問を許可します。上野議員。おはようございます。代表質問の機会を与えていただきありがとうございます。公明党議員団を代表し、通告に従い質問をさせていただきます。はじめに今回の市政運営方針をお聞きし、率直な感想は昨年度とあまり変わらないという印象です。昨年市長は重点化した施策の一つ一つにスピード感を持って全力で取り組むと決意を述べられていたのに、公約に対しての答え、そしてそれに対する本年新たに取り組む施策がありません。それより目立つのは、随所にある外部有識者の意見を伺いとの言葉で、市の事業なのに外部の方頼みで、それでは市の市長の思いはどこにあるのか、市政運営方針なので、もっともっと新年度への市長の思いを聞かせていただきたかったということを冒頭に述べておきます。それでは1、公約実現と市政施行70周年について、市長は市政運営方針の冒頭において、平成29年度は公約の実現に向け、具体的な取り組みを着実に実施していく重要な年ということを先に述べ、その後で本年は、枚方市が市政を施行して70年を迎える節目の年にも当たりますと述べられています。市長にとって大事なのは、平成29年度は公約の実現に向け、実績を積み上げていかなければならない大切な時期ということなんでしょう。この言い方ですと、70周年事業は公約事業の次だというようにも感じられ、私は述べられる順番が逆ではないかと考えます。市長の見解をお伺いします。また、本市にゆかりのある著名人に PR 大使をお願いし、枚方の町を盛り上げるとも述べられていますが、ただ単に著名人の人気を利用するだけでなく、市として何を伝えたいのかをしっかりと持った上で PR していくことが重要です。何を PR しようとしているのでしょうか。合わせて、枚方の町を盛り上げるのは市民や事業者だと思いますが、市長自身が町を盛り上げるというのはあまりにも軽い。このことについてどういう意味合いで述べられたのかお聞かせください。2、重点政策について。平成29年2月時点の人口は405,042人で、平成21年10月のピーク時と比べると6,758人減少とのことですが、ピーク時と比べる根拠はあるのでしょうか。全国的に人口減少は周知のこと。いつまでピーク時と比べるのか。ちなみに昨年の市政運営方針の時に示された人口は403,893人ですので、1,149人増加しています。市民の不安をあおるような、どの年代と比べると減少というより、日本全体が少子高齢化、人口減少を迎えているとき、本市としてもこの問題に真摯に取り組む姿勢を打ち出してはいかがと最初に申し上げておきます。1、人が集まる街づくりの推進について、1、枚方市駅周辺再整備について、この点に関しては、昨年度の市政運営方針において、特に観光庁団地を含む外区においては、公的ストックの活用モデルとなるよう、国や大阪府と連携、協力しながら、民間施設を含む庁舎の一体的整備に向けて、財政負担の軽減など、さまざまな角度から効率的、効果的な整備手法を検討と表明され、その方向で進んでいるものと思っていました。にもかかわらず、先の総務委員協議会、建設環境委員協議会で出された枚方市駅周辺再整備および新庁舎整備の検討状況については、私たち議員の思いもよらぬ方向性、一民間事業者の提案に乗るかのような報告がありました。その際に各議員からも随分さまざまな意見が出されましたが、市長はその模様をお聞きになられたでしょうか。市長は何かといえば、議会の皆様にも協力していただいてとおっしゃいますが、
こんな大事なことをこの2月まで何の報告もなく進められてきたことに対し、あまりにも議会軽視の姿勢も甚だちし、今日は市長自らの口からその経緯と議会に対してどう思っておられるのかをお聞きします。また枚方市駅周辺再整備に関して新たに担当部署を設置し町内体制の強化を図るとのことですが、どういった体制で進められていくのかお伺いします。合わせて先日の総務委員協議会で説明されていました重点まちづくり部という組織名称については、その場で議論されていました通り、何の重点まちづくりなのかよく分かりません。私どもの求めてきた国の進める地方創生の観点を踏まえて全市をカバーする意味での重点まちづくりなのかというと、そうではなく特定の地域を限定にして重点と位置づけるということです。私自身違和感を感じますし、市民にとっても分かりにくいものであると思います。この際名称も含めて再考されるべきと考えますが、合わせてお伺いします。丸に都市基盤整備の充実について、まず郡ヶ丘地域についてです。郡団地が竣工して55年、その歩みを重ねてきた郡ヶ丘図書館も隣接する郡ヶ丘中央公園も老朽化は顕著であります。公園の再整備については、図書館とともに郡ヶ丘地域の活性化に寄与する施設となるよう図書館整備と一体的に取り組むとありますが、具体的にどのような活性化に向けて取り組まれるのかお伺いします。また UR 都市機構との連携内容、地域医療福祉拠点化の取り組みの内容についてもお聞かせください。もう一点は高禅寺駅周辺の新たなまちづくりについてです。高禅寺駅西地区では地元の権利者によるまちづくり協議会が主体となって市街地再開発事業によって都市計画道路や駅前広場の整備と駅前商業の活性化などを一体的に進められていくとお聞きしています。そうした中、高禅寺駅前の整備と合わせてどのように駅周辺の交通環境の改善を考えておられるのかお伺いします。丸三、安心して楽しく子育てできる環境の充実について、人口減少という課題に対し人が集まるまちづくりの一つとして安心して楽しく子育てできる環境をということだと思うわけですが、そもそも枚方市は平成11年から28年までの社会動態を見ますと平成19年と21年以外は転出超過です。要は出生数が年々減少しているのです。市長もおっしゃるように出生率の向上に取り組まなければなりません。枚方市の合計特殊出生率は平成25年で 1.27 と大阪府の 1.32、 全国の 1.43 と比べ低い現状があります。そのような中、昨年厚生労働省が発表した平成27年の全国の合計特殊出生率は 1.46 と2年ぶりに上昇しています。市としてもこの現状を受け止め、出生率の向上の目標を持ち全力で取り組まなければならないと申し上げておきます。それでは順次質問いたします。まず保育所の待機児童対策についてお伺いします。市長は平成31年度当初までに500人の入所枠の拡大を目指すと言われていますが、中学前児童が減少する中、低年齢の保育需要が伸びており、本当に500人で十分とお考えかお伺いします。また、500人を受け入れるには、受け入れ枠だけでなく、保育士も相当数確保する必要があると思われます。市長は保育士用住居の借り上げ費用の支援等を行うとも述べられましたが、具体的にどのように確保していこうとしているのかお伺いします。次に、公立保育所と公立幼稚園の一体的な検討についてであります。公立保育所、公立幼稚園については、効率的・効果的な運営や施設配置の在り方を含め、さまざまな角度から一体的に検討を進めるとは、具体的にどのように考えておられるのかお伺いします。続いて、妊娠・出産から子育て期にわたる切れ目のない支援策についてお伺いします。まず、来年度、新たに北部市所内に開設する地域拠点施設についてお伺いします。これまで我が会派は子育て世代包括支援センター
枚方版ネーボラの設置を要望してまいりましたが、この地域拠点施設は子育て世代包括支援センターと位置づけられると考えてよろしいでしょうか。合わせて高齢者も含めた相談支援の拠点施設となるものなのかお伺いします。次に産婦健康審査については、これまで産婦が自費で受診していたものです。今回市がその費用の助成をすることで市民の負担は軽減すると思いますが、その他にこの新たに実施する産婦健康審査にはどのような目的があるのかお伺いします。次にファミリーサポートセンター事業の無償で体験できる仕組みについて、その実施する意図や内容についてお聞かせください。子育て情報アプリについては、先の9月定例月議会で登録さえしておけば、予防接種や検診などの情報、また地域での子育て情報などが容易に得られるような仕組みが効果的ではないかと提案をさせていただきましたが、今回の子育て情報アプリについては、具体的にどのようなものをお考えか お伺いします。働いている保護者にとって、保育所から小学校に上がれば、留守家庭児童会室に入室という願いがあります。ここで留守家庭児童会室と全児童を対象とした放課後対策の一体的な推進に向けた検討を進めるとのことですが、今後具体的にどのような検討を行うつもりなのか、その内容についてお伺いします。次に結婚支援、新生活支援についてお聞きします。我が会派では以前から若い世代の定住促進や人口誘導の観点から新婚家庭に対する家賃補助なども考えていくべきではないのかと提案をしてまいりました。今回の市政運営方針では、結婚を機に本市に居住する夫婦を支援するため、新たな住宅の購入費用や賃借費用や引っ越し費用に対する助成を行うとされています。この助成制度はどのような取り組みなのかについてお伺いします。また要望していましたオリジナル婚姻届書が出生届書とともに、郷土愛がより深まるよう本市と片野市のキャラクターを採用して作成され、さらに記念撮影コーナーを本庁市民室各支所の計4カ所に設置されます。今後のスケジュールについてお伺いします。4、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実についてです。最初に我が会派として以前にも申しておりましたが、学校教育の充実は人を集めるための手段ではない。未来のために、純粋に子どもたちのために何ができるかを考え、力を注いでいくことが大事であると思っているということを最初に申し上げ、その視点を持った上で学校教育の充実についていくつか質問をさせていただきます。はじめに、全中学校区に学力向上に特化した専門のコーディネーターを配置し、確かな学力の向上の取り組みを推進するとのことですが、このコーディネーターは今年度小中一貫教育を推進するにあたり、すでに配置されていたと思います。今年度と来年度におけるコーディネーターの役割の違いや、どういった働きをされるのかをお聞きします。次に、教科担任制の導入についてお尋ねします。中学校教員による小学校6年生を対象とした教科担任制の導入強化については、なぜこれまでの外国語活動に加え、体育と理科を追加することになったのでしょうか。また、その取り組みによって、子どもたちが小学校から中学校への進学に際し、新しい環境での学習や生活に不適を起こす、いわゆる中1ギャップの解消につながるのかお伺いします。次に、英語教育についてお伺いします。次期学習指導要領が全面実施となる平成32年度には、外国語活動が小学校第3、4学年において週1時間、小学校第5、6学年においては、教科としての英語が週2時間実施されることとなり、英語教育が大きく変わろうとしています。市政運営方針において、英語のコミュニケーション能力の向上に向け、引き続き英語が堪能な日本人英語指導助手である JTE による外国語活動の授業を充実しますとありますが、本市としては平成32年度に向けてどのような英語教育のビジョンを検討しているのかお尋ねします。次に、家庭学習についてお伺いします。全国学力学習状況調査において、
毎年のように良好な結果を出している秋田県では、当たり前のように家庭学習ノートを活用した取り組みが行われており、学習習慣の定着につなげていると聞いております。本市において家庭学習の定着による学力向上に向けた取り組みとして、自主学習ノートの進めを作成することは初めての取り組みであると思います。どのような内容であるのかお聞きします。次に読書活動についてお伺いします。市政運営方針では、読書好きの子どもを育み、児童・生徒の学力向上につながるよう、小中学校において、学校図書館と市立図書館とのコンピューターネットワークを利用した蔵書の有効活用を進めますとありますが、今年度の全国学力・学習状況調査における児童・生徒質問用紙の結果を見ますと、子どもたちの不読率が課題として挙がっていました。読書好きの子どもを育むために、具体的にはどのような取り組みを検討しているのかお伺いします。中学校給食の全喫食についてお伺いします。中学校給食については、子どもたちの意見、保護者の意見、また本市の財政への影響など、さまざまな観点からの検討を行い、選択制の共同調理所ランチボックス方式で実施することとされました。また、共同調理場の食数規模についても、選択制で実施する他市の状況等を踏まえ、50% の想定喫食率で6000食としてきた経緯があります。昨年4月に開始し、現在の喫食率が約 25%、4人に3人の子どもたちが家庭からの弁当を選択している中で、多くの子どもたちが望んでいない給食をなぜ全員喫食で実施する必要があるのか、市長の考えをお伺いします。括弧2、高齢者が健康で生き生きと暮らせるまちづくりの推進についてです。高齢者が積極的に地域に出て生き生きと活動していただくための取り組みは、孤立や引きこもりを防ぎ、安否の確認や介護予防につながる重要な施策であると考えます。市政運営方針では、このための施策として、高齢者が気軽に出向くことができる身近な集いの場を100か所設置することや、外出の付き添い支援、街角デイハウスの増設、また介護予防ポイント事業の拡充を挙げておられますが、それぞれの事業の具体的な内容についてお伺いします。括弧3、共同によるまちづくりの推進についてお尋ねします。地域と行政が一体となって共同のまちづくりを進めるため、今年度から新たに枚方市コミュニティ連絡協議会の4つのブロックに市職員を派遣する地域担当職員制度が導入されましたが、地域担当職員の皆さんは現在どのような活動をされているのか、そして活動を通してどのような効果があったのかお伺いいたします。また、制度を導入してから間もなく1年を迎えますが、2年目に向けた今後の見通しについてもお伺いいたします。括弧4、将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革の推進について。丸1、市長の言う改革について。市長は市政運営方針で常に改革の視点を持ちながら、行財政改革を積極的に推進すると表明されましたが、市長のおっしゃる改革とは一体何を意味するのでしょうか。行政改革とは、行政組織や人事制度の改革であったり、事務事業の縮減を進めること、つまりは行政内部の改革であり、そのために外部有識者などの意見を踏まえ、市政運営を行っていくとの方針を述べられたのだと思います。しかしながら、今、市長が進めようとされている、例えば事務事業補助金の見直しも、これは相手先に対し、丁寧に進めていかなければならないことだと思うのですが、拙速に進め、結果として新たに市民負担増を求めるものもあり、それよりまず行政の内部に切り込むべきではないでしょうか。外部有識者の力、また外部有識者の力を借りることによって、経費がかさみ、それが結果として市民負担につながる、このような構図は本末転倒ではないでしょうか。何のための行政改革なのでしょう。改革の意味を市長はどのように考えておられるのか、市長の考えをお聞かせください。3、主な事業の取り組みについて、括弧1、安全で利便性の高い町を築く施策について、丸1、防災力の向上について、
近年、全国的に大地震や台風など自然災害が頻繁に発生している中、災害発生時における情報発信、収集の連絡手段の確保が必要不可欠な状況にあります。本市においても、誰もが安全で安心して暮らすことができるよう、防災力の向上の取り組みとして、第一次避難所に Wi-Fi 環境を整備するとありますが、どのような整備を進めていくのかお伺いします。また、自助・共助を促進するため、校区コミュニティ協議会および校区自主防災組織の訓練や研修会が効果的に実施されるよう、引き続き支援するとともに、さまざまなイベントに防災ブースを出展するなど、市民の防災意識の向上を図りますとあります。引き続き支援するとあるように、このような取り組みは継続して行わなければ、本当の意味での防災力向上につながらないと考えます。また、既存の校区主催の防災訓練は、顔の見える関係性を構築することも含め、非常に重要ではありますが、お仕事の都合やそのほか、さまざまな理由で参加できない方々もおられることから、一見、防災とは結びつかないイベントにブースを出展し、啓発活動を行うことは良いことであると思います。そこで市長は、地域の防災意識を向上させるために、今後、どのように展開していきたいと考えておられるのかについてお伺いします。2、交通環境の整備について、市政運営方針で傾斜が大きい歩道の改良に向けた検討を行いますと述べられています。歩道の勾配が斜めになったり、段差があったりして、危険で怖くて歩けない歩道が改善されるということで、我が会派として非常に期待しているところです。そこで、歩道の傾斜や段差の解消をどのように進めていかれるのかお伺いします。また、長寿命化計画に基づき、橋梁及び公園施設の点検や修繕を取り組みますとありますが、安全で利便性の高い町を築くには、道路が最も重要なインフラであると考えます。市のホームページにも掲載されています、策定中の枚方市公共施設マネジメント推進計画では、道路の長寿命化計画を平成32年度までに策定するとなっていますが、市長は具体的にどのような観点から策定するのかお伺いいたします。3、空き家・空き地の適正管理及び活用の促進について、空き家・空き地対策について、市独自の制度として緊急安全措置などの措置が実施可能となるとのことですが、具体的にどういった場合に制度を活用することになるのかお伺いいたします。また、これまで我が会派では、管理がされていない空き家や空き地に関する周辺の住民の皆さんからの相談について、市の窓口が複数となっており、分かりにくいことから、市民に分かりやすい統一した窓口が必要だと再三要望してまいりました。今回、総合的な相談窓口を設置するとのことですが、どういった相談窓口となるのかお伺いいたします。2、健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくりを進める施策について。1、市民の健康づくりの推進について。市民の健康づくりの推進について、日本人の死亡原因の第1位は、男性、女性ともにがんとなっています。市民の健康を守るためにも、がん検診や肝臓がんの原因となる可能性のある肝炎ウイルスの感染の有無を確認する肝炎ウイルス検査の受診率の向上に向けた取り組みは重要だと考えます。がん検診においては、引き続き無料クーポン券の送付などを実施されるとのことですが、がん検診及び肝炎ウイルス検査についての来年度の主な取り組みについてお聞かせください。また、市民の命を守るための取り組みとして、ドクターカーの運用を開始するとのことですが、運用時間が平日の午前9時から午後5時までとなっています。傷病者は時間や曜日の限定などなく発生しますので、救命率向上のためには、ドクターカーを24時間365日運用すべきであると考えますが、お考えをお聞かせください。2、動物愛護について、動物愛護の取り組みとして、犬、猫の保管等の業務の在り方を見直すとありますが、具体的にどのような見直しをされるのかお尋ねします。3、障害者施策について、障害者施策について、グループホームの安全対策として、スプリンクラー等の設置、助成を行いますとありますが、昨年の市政運営方針でも述べられていたと思います。
平成28年度は市としてどのような取り組みをされてきたのか、また平成28年度の取り組みを踏まえ、今後はどのように取り組んでいかれるのかお尋ねします。丸4、働き方改革と女性の活躍について、働き方改革と女性の活躍についてお伺いします。市政運営方針の中で働き方改革が注目される中、ワークライフバランスの促進を図るため、市内事業者を対象とした研修会を実施するなど、取り組みを充実しますとあります。さまざまなライフスタイルや子育て期、親の介護を行う中高年期といった人生の各世代におけるニーズに合わせ、多様な働き方や生き方を選べるワークライフバランス社会の実現は、子どもの健やかな成長や女性の活躍推進、さらには労働者の仕事への意欲を高めることによる生産性の向上といったさまざまな効果が期待されます。こうしたワークライフバランスの促進を市内事業者に働きかけることは、結果として枚方市の活性化にもつながる非常に良い取り組みではないかと感じておりますが、こうした取り組みを行っていくためには、呼びかける立場である本市職員のワークライフバランスが実現できてこそ、そこに説得力が生まれるのではないでしょうか。そこでまずお伺いしますが、このワークライフバランスにつきまして、本市ではどのような考えで取り組まれているのか、お伺いいたします。括弧3、一人一人の成長を支え、豊かな心を育む施策について、丸1、子ども・若者への支援について、子ども・若者育成計画の改定に取り組みますとありますが、どのような方向での改定を考えておられるのか、お尋ねします。また、大阪府と連携して、里親の増加に向けた取り組みを進めますとありますが、現状と今後の取り組みについてお尋ねします。括弧3、一人一人の成長を支え、豊かな心を育む施策について、など2番目の文化芸術施策についてお聞きします。市政運営方針に、文化芸術振興施策を効率的に推進するため、新たに文化芸術アドバイザーを選任しますとあります。先般の総務委員協議会において、我が会派の有山議員からも質問がございましたけれども、本市の文化芸術振興にとって、とても重要な役割を果たしていただく方となります。単に営利や利益、効率化だけを追求するような方を選任するのではなく、文化芸術にも精通し、経験豊かで戦略的に取り組んでいただける人材を選任するべきだと考えますか、市長の見解をお伺いします。括弧4、地域資源を生かし、人々が集い、活力がみなぎるまちづくりを進める施策について、市長は観光を戦略的に進めるべく、新たに担当部署を設置し、町内体制を強化するとともに、民間活力を活用すると表明されましたが、具体的には新たな組織でどういった取り組みを行っていくのでしょうか、また、どのように民間活力を活用しようとされているのでしょうか、お考えをお伺いします。また、地域経済の活性化を図るため、片野市、北大阪商工会議所、市内事業者との連携を図り、本市と片野市の地域産業資源等を活用した新たな名物となる商品開発を行うとのことですが、新たな名物とは具体的にどのようなものかお伺いします。括弧5、自然と共生し、美しい環境を守り育てる施策について、はじめに市民の自然環境への関心と理解を高め、地域の自然環境の現況等を把握するため、自然環境調査を市民参加型で実施するとのことですが、どのような考えのもと実施されるのかお伺いいたします。次に、緑のプラットフォーム作りについてお緑ねします。街中緑化や緑の保全を持続的、効果的に推進するため、多様な主体が連携して活動する基盤となる緑のプラットフォーム作りに取り組むとありますが、緑のプラットフォームとはどのようなものかお聞かせください。4、市政運営に対する市長の決意について、市長は市政運営方針の終わりにおいて、常に挑戦の姿勢でスピード感を持って市政運営に臨むと述べられていますが、実際には具体的な成果があまり見えていません。市長はこれまで何に挑戦し、実践してこられたのか、お伺いして1回目の質問を終わります。
伏見市長。公明党議員団を代表されましての上野議員のご質問に順次お答えいたします。公約実現と市政施行70周年についてですが、まず公約については市民の負託を受けた立場として、その実現に向け着実に取り組んでいかなければならないと考えています。合わせて70周年記念事業についても、地域のにぎわいや経済の活性化を目的として実施するものであり、本市を発展させていくための契機とする重要な事業であると考えています。枚方市 PR 大使については、本市にゆかりのある著名人の方々に就任していただき、広く市内外の方々に市政施行70周年記念事業の PR や大使から見た枚方の良さや魅力について、出演されるイベントや SNS 等を通じ情報発信していただくことで、本市のイメージアップや交流人口の拡大を図るとともに、市民の愛着を深めていただきたいと考えています。また、市政施行70周年記念事業を、市民や市民団体、事業者など、あらゆる主体と一緒に取り組むことで、枚方の魅力を再認識、再発見していただくとともに、市民をはじめ市外の多くの方々にも、そうした情報を効果的に発信し、さらなる町の盛り上がりを実現していきたいと考えています。次に、枚方市駅周辺再整備についてお答えします。新庁舎については、観光庁団地を含む外区において国府市による合同庁舎化を基本に検討を進めていましたが、昨年6月に京阪ホールディングス株式会社より住環境を中心とした生活環境の充実による定住人口、特に若年ファミリー層の拡充とオフィス誘致による中間人口増加、地形の特徴と町の連続性を考慮した行政機能の再配置と回遊性の向上及びエリアマネジメント促進、負担の少ない事業スキームによる公共施設再編と連鎖的な町づくりによる再整備の早期実現を図るといった提案があり、合わせて合同庁舎については、3街区に整備していくという内容でした。その提案内容が本市の重要施策である定住促進に資する可能性があることから検討に入ったものです。議会への報告につきましては、その提案内容の精査など進捗状況を十分にお示しできていなかったことは申し訳なく思っております。私としましては、今後も市議会の皆様のご意見をしっかりとお聞きし、議論を真摯に重ねていきたいと考えています。また、枚方市駅周辺再整備に係る担当部署につきましては、枚方市駅周辺再整備に係る企画立案及び実施、また、郡ヶ丘地区整備に関する調整等を統括する部総等の組織として設置するものです。また、行政組織につきましては、事務事業をより効率的、効果的に推進するため、関連性の高い業務を集約し、かつ市民にもできるだけ分かりやすい組織名称にするなど、機能性や明確さといった点にも留意しながら編成しているところで、こうした観点から、組織名称についてより分かりやすいものとなるよう検討いたします。次に、都市基盤整備の充実のうち、郡ヶ丘地域のまちづくりについてお答えいたします。郡ヶ丘中央公園は開設後半世紀が過ぎる中で、老朽化した施設や樹木については、環境変化への対応が求められるとともに、団地のリニューアルや医療施設の立地など、町の再生に伴い、新たな利用者にも見合った快適な公園として再整備が必要です。このため、設計段階から郡ヶ丘図書館の整備と一体的に取り組むことで、公園が単なる憩いや触れ合いの場としてではなく、子育てや健康づくりの場として地域の活性化につなげていきます。次に、郡ヶ丘地域における UR 都市機構との連携についてお答えします。昨年11月28日に UR 都市機構と締結した包括連携協定の内容は、
連携協力事項として、1つ目は、枚方市内に所在する UR 賃貸住宅の地域医療福祉拠点化など、安心して楽しく子育てできる環境の充実及び、高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりの推進、2つ目は、共同によるまちづくりの推進及び、都市再生に係る技術支援及び情報共有としています。地域医療福祉拠点化の取り組みについては、UR 都市機構が取り組んでいるもので、子育て環境の充実や高齢者が暮らしやすいまちづくりに向け、行政や自治会等と連携し、必要となる住宅の機能やサービス等の整備を推進するものです。本市と UR 都市機構が相互の連携を一層強化し、まちづくりを共同で推進することとしており、小売団地がある小売ヶ丘地区から先行的に取り組むことを確認しました。次に、高禅寺駅周辺の新たなまちづくりについてですが、当地区においては、京阪本線連続立体交差事業に関連して、都市計画道路北中堀線や駅前広場の整備を計画しており、市街地再開発事業の中で進めるこれらの整備によって、交通結節点機能を強化するとともに、連続立体交差事業の踏切除去により、交通渋滞や事故を解消するなど、交通環境の改善を図っていきます。次に、安心して楽しく子育てできる環境の充実についてお答えします。まず、保育所の待機児童対策については、目指せ通年のゼロをキャッチフレーズに、平成31年度当初までに500人の入所枠の拡大を目指します。目標値の500人については、近年の入所児童数といわゆる潜在的な待機児童数の推移等をもとに推計した保育需要量の増約370人に定住促進策の効果による増加分約130人を加えて、現時点で予測したものです。また、保育士確保に向けては、遠方からも保育士を採用しやすいよう、市内の私立保育所等に、保育士用住居の借り上げ費用の助成を行うほか、保育士の負担軽減を図るために、保育補助者を雇用する場合の経費についても支援します。次に、公立保育所と公立幼稚園の一体的な検討につきまして、保育所については、毎年定員を増やしても入所希望者の増に追いつかず、定員を超えて多くの子どもたちを受け入れている一方で、公立幼稚園は入園希望者が毎年減少し、著しい定員割れとなっている実態があります。加えて、両施設とも多くの園が老朽化している状況にあります。そのため、就学前児童が利用する公立施設として、それぞれのニーズや課題を総合的にかつ多角的な観点から検討し、その中で両施設の在り方を見極めていきたいと考えています。次に、地域拠点についてですが、子育て世代包括支援センターは国が全国展開を目指しているもので、北部支所内に開設する地域拠点も、子育て世代包括支援センターとして位置づけ、保健師等が妊娠、出産、子育てに関する相談支援を行います。また、妊娠、出産、子育て期からさらには成人、高齢期までを切れ目なく市民にとってより身近な地域で、健康や子育てに関する相談支援を行い、市民の健康を支える地域の拠点として整備するものです。次に、産婦健康審査について、健康審査については、平成29年度から新たな産婦健康審査に対する費用の助成を行うことで、経済的負担の軽減を図ることに合わせて、産婦の心の状態も確認し、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図ります。検診の結果、支援を必要とされる産婦に対しては、医療機関や助産所で実施しています産後ケア事業につなぐと、出産直後の母子への支援を強化します。次に、ファミリーサポート
センター事業につきましては、これまでも多胎児世帯やひとり親世帯について利用料を軽減するなど支援しているところです。今回は特に外出がままならない乳児を育てている方の負担感や不安感の軽減が図れるよう、無償で体験できる仕組みの検討を進め、産後ケア事業からつながる切れ目のない支援策の一つとして実施していきたいと考えています。次に、子育て情報アプリにつきましては、妊娠中の人や子育てで忙しい乳幼児の保護者にとって、必要な情報を手軽に入手できるよう、スマートフォンを活用した情報発信に取り組むものです。具体的には、親子で遊びに行ける施設やイベント情報のほか、検診や予防接種の時期をお知らせするなど、居住地や年齢に応じたきめ細かい子育て支援情報の提供を行う考えです。留守家庭児童会室と全児童を対象とした放課後対策の一体的な推進に向けた検討についてですが、現在、留守家庭児童会室事業と全児童対象の放課後自習教室事業を同一の学校敷地内において連携させながら実施しているところです。平成29年度は、昨年11月に市立小学校45校の児童及びその保護者を対象に実施した子どもの放課後の過ごし方に関する調査結果から明らかになった実態や、児童・保護者のニーズを踏まえ、またさらにさまざまな立場の方からの意見聴取の機会を設けて、全児童を対象とする放課後対策の具体化を検討していきます。次に、結婚・新生活支援についてですが、結婚・新生活支援事業は、経済的理由により結婚に踏み出せない男女に、住居にかかる費用の一部を助成することで、結婚しやすい環境を作り、少子化対策につなげるとともに、本市への定住促進策として実施するものです。支援内容としましては、世帯所得が340万円未満の新婚世帯が本市内に新たに住居を構える場合、住宅の取得や賃借費用及び婚姻に伴う引っ越し費用を対象に、1世帯につき30万円を上限として助成するものです。次に、婚姻届書、出生届書のオリジナル化についてですが、オリジナル届書につきましては、枚方市、片野市のペアキャラクターである彦星君、織姫ちゃんをデザイン化したものを作成し、婚姻届書については、七夕にちなんで、本年7月から、出生届書につきましては、10月からそれぞれ本市と片野市で同時に配布します。また、婚姻届書の配布と合わせまして、本庁市民室、支所に記念撮影コーナーを設置していきます。次に、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実についてのうち、中学校給食についてお答えします。中学校給食につきましては、枚方の教育をより一層充実し、時代を担う子どもたちを育んでいく上で重要な役割を担うものであり、生徒の心身の健全な発達を図る観点から、栄養バランスの取れた給食を小学校と同様にすべての生徒が喫食する、全員喫食とする必要があると考えています。次に、高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりの推進についてお答えします。身近な集いの場は、介護予防の拠点として、高齢者人口1000人に対し1か所必要であると示されており、枚方市では100か所の設置を目指しています。すでに地域では生き生きサロンなどの取り組みをしていただいていますが、そのような場を拡充するための支援を行っていきます。自治会館や個人の住宅、また介護事業所、医療機関の空きスペースなどを活用していただき、月に何回かでも定期的に集まれる場を設置されるにあたって、
簡易な改修費などを助成するスタート支援を行います。外出の付き添い支援は、介護予防、日常生活支援総合事業のサービスの一環として実施するもので、要支援認定の高齢者など、お一人での外出に不安を抱える方を対象に、徒歩もしくは公共交通機関等での付き添い支援に助成を行います。街角デイハウスの増設につきましては、13の日常生活圏域に各1箇所設置を目指しており、残る1圏域の設置に向け取り組んでいきます。介護予防ポイント事業は、ボランティア活動を通じて、高齢者の社会参加を促進する事業であり、現在、研修を受けて登録されたサポーターの方々が、特別養護老人ホームなどの高齢者施設で活動されています。今後は活動場所を拡充し、高齢者施設に限らず、子ども食堂なども活動していただき、多世代の交流も深めていただけるように取り組んでいきます。次に、協働によるまちづくりの推進についてお答えいたします。12名の地域担当職員を昨年6月に任命して以降、ブロック会議や研修会をはじめ、夏祭りなど、地域が主催する行事に参加し、広区コミュニティ協議会との意見交換を通して、地域の皆様との信頼関係の構築に取り組んでいるところでございます。2年目につきましては、共同の視点を持ちながら、地域への関わり方に工夫を凝らすことで、各校区が抱える公共的課題の把握に努めていきたいと考えています。次に、改革の視点についてお答えします。改革とは、事務事業や組織体制など、それまでの行政について見直しを行い、より良いものにしていく普遍的な考えであると認識しています。今後、少子高齢化と人口減少の進展などによる市税収入の減少や、社会保障関連経費などの財政負担の増加が見込まれる中で、魅力のあるまちづくりに向けた施策を展開していくため、行政経営の効率化を図り、効果を高めることや、施策、事業の選択と集中を図り、重点的な投資をしていくこと、またそうした取り組みにより、財源確保を図ることの必要性がより高まっているものと考えています。取り組みに際し、市民生活への影響等が想定されるものについては、十分な検証、また行政として説明責任を果たしながら進めていきますが、併せて行政内部の改革として、今後におきましても、より適正な職員給与水準の確保や、メリハリのある人事給与制度の構築、外郭団体等の点検・評価等も含めた行政改革をより積極的に推し進めていきます。次に、防災力の向上についてお答えします。Wi-Fi につきましては、国の補助制度を有効に活用し、第一次避難所である小学校45校等、公共施設で環境の整備を進め、災害発生時の市民の連絡手段の確保を図るとともに、平常時にはこれを有効に利活用することで、市民の利便性向上にもつなげていきたいと考えています。次に、地域における防災訓練については、近年、避難所運営を疑似体験するハグ訓練や、被災地を視察してきた職員が現地の避難所の実情や被災状況等を伝える出前講座など、従前の住民参加型の総合訓練も大切にしながら、新たな展開も図っているところです。また、今年度の防災ブースにつきましては、本市最大のイベントである枚方祭りや、ごみ減量フェアをはじめ、国土交通省主催のふれあい土木展や、消防出初め式など、本市が主催するイベント以外にも積極的に参加し、地域の防災訓練にさまざまな理由で参加できなかった方々も含め、多くの皆様に防災に対する啓発を行うことができました。今後も地域の方々の声をお聞きしながら、障害者や認知症、高齢者など、災害弱者の対策も含めた地域防災訓練の充実を図り、
各種イベントへの防災ブースの出展を拡充するとともに、市の防災訓練への市民参加を検討するなど、防災意識を高め、防災力のさらなる向上を図っていきたいと考えています。次に交通環境の整備についてお答えします。まず、傾斜の大きい歩道の改良につきましては、これまでにも枚方市交通バリアフリー基本構想に基づき、主要な駅から公共施設や文化施設、また医療福祉施設などの主要施設への移動軸を特定経路として定め、その特定経路についてバリアフリー化整備を進めていく中で、歩道のバリアフリー化も進めてきたところです。今後はそれ以外の路線につきましても、路線を選定し、整備手法について検討していきます。また、道路は重要なインフラ施設であることから、現在、リフレッシュ工事などを行うことで、安全な交通環境を確保しています。なお、道路を効率的に維持管理できる長寿命化計画につきましては、市民が安心し、快適に道路を利用できるよう、道路面の状態が著しく悪くなる前に対処を行う予防保全の観点で検討していきます。次に、空き家、空き地の適正管理及び活用の促進についてお答えいたします。緊急安全措置につきましては、スズメバチの駆除、落下しそうな瓦等の除去など、直接市民に被害を及ぼし、法等の手続きを経る時間的余裕のない、危険が切迫した状態となった空き家等や空き地等に対して、行政が直接措置できるようにするものです。また、空き家等に関する相談窓口につきましては、市民の方々からの相談を一元的に受け付ける総合窓口を4月から設置し、多様化する空き家等の相談に対して、市民の方々がより相談しやすい体制を整備していきます。次に、市民の健康づくりの推進についてお答えします。まず、がん検診の受診率向上に向け、引き続き子宮頸がん、乳がん、大腸がんの無料クーポン券を送付するとともに、がん検診受診率アップキャンペーンなどの取り組みを進めます。また、肝炎ウイルス検査につきましては、各種検診の案内に記載するとともに、B 型肝炎ウイルスの予防接種の対象時のご家族に向けて、肝炎ウイルス検診のご案内を送付していきます。また、来年度は新たに若年層の発症リスクが高い子宮頸がん検診について、ソーシャルマーケティングを活用して、国立がんセンターが作成した圧着はがきを送付するなど、がん検診受診率の向上に向けた取り組みを進めます。ドクターがんにつきましては、医師の確保等の課題があるため、まずは平日の9時から17時までの時間帯で運用を開始し、その効果や課題を検証する中で、運用時間帯の拡大についても検討していきます。次に動物愛護についてお答えします。人と動物の共生できる社会を作り、動物が命を終えるまで適切に使用することを目指すため、さまざまな啓発活動に努めているところです。犬猫の保管等につきましては、これまで大阪府に委託契約をしていますが、平成29年度の途中から殺処分をしない新たな委託先に変更する予定です。このことにより、経費削減を図るとともに、無償譲渡の取り組みをさらに進め、犬猫の殺処分ゼロを目指すものです。次に、障害者施策についてですが、まず、障害者グループホームの安全対策につきましては、消防法令の改正を受け、平成28年度より市単独の補助制度である、枚方市グループホームスプリンクラー設備整備等補助金を創設するなどし、スプリンクラー等の
消火設備設置の対象となるグループホームを運営する法人に対し、整備を促しています。一方で、整備が困難なグループホームもあることから、大阪市においては、個々のグループホームの状況に応じて、スプリンクラー等の設置の免除要件を定める独自の特例基準を設けておられます。こうしたことを踏まえ、本市としましても、枚方寝屋川消防組合に対して、入居者等の安全確保が担保される範囲内でのスプリンクラー等設置要件の緩和を要望しています。今後は事業者に対し、補助制度等を活用したスプリンクラー設置を引き続き促すとともに、枚方寝屋川消防組合とも継続して協議していきたいと考えています。また、大阪府でスプリンクラー設置に関するガイドライン策定も検討されているとお聞きしていますので、その動向も注視していきたいと考えています。次に、働き方改革と女性の活躍についてお答えします。本市におきましても、職員の誰もが生き生きと働くことができる職場環境を実現するため、ワークライフバランスの促進に取り組み、平成17年4月に次世代育成支援法に基づく特定事業主行動計画を策定し、改定を重ねるとともに、平成28年3月には女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定したところです。行動計画におきましては、年次有給休暇の取得促進や、時間外勤務の縮減、男性職員の育児休業の取得促進等について、具体的な数値目標を掲げ、次世代育成と女性活躍の両面からワークライフバランスの推進を図っているところです。次に、子ども・若者への支援についてお答えします。枚方市子ども・若者育成計画は、平成25年5月に策定したもので、来年度で5年目となります。本市では、平成25年度から引きこもり等の若者支援に取り組んだことや、国が昨年2月に子ども・若者育成支援大綱を定めたことなど、この間の状況の変化を踏まえ、本市における引きこもり等の若者をより効果的に支援するための計画として改定していく予定です。また、里親の増加に向けた取り組みについては、社会的養護を必要とする子どもたちは、大阪府内に1500人ほどおり、そのうち里親による養護は1割にも満たず、本市においてはわずか6人という状況です。そのため、今年度は里親についてのアンケート調査を実施するとともに、里親経験者などによるシンポジウムを開催します。来年度にはアンケート結果に基づき、里親を増やすための方策を大阪府と連携して検討するとともに、市民に広く啓発を行っていきます。次に、文化芸術施策についてお答えします。文化芸術アドバイザーの選任にあたっては、ご指摘の点を踏まえ、文化芸術に造詣が深く、そして事業の収益性も重視しつつ、戦略的な仕掛けのできる方、さらには本市の文化行政を効果的に推進する視点に立って、専門的かつさまざまな角度から助言、提言をいただける方を選任していきたいと考えています。次に、地域資源を生かし、人々が集い、活力がみなぎるまちづくりを進める施策のうち、観光施策についてお答えします。魅力あふれる、にぎわいのあるまちづくりを目指し、観光施策の推進と実効性のある事業展開を図ることを目的として、観光産業等の振興に係る企画及び計画立案を担う部署を創設します。また、枚方を知ってもらい、実際に枚方に来ていただくことが重要であると考えており、観光ニーズを把握するための可能性調査を行うとともに、民間のご意見をお伺いしながら、特色ある地域の取り組みや、観光に関する戦略的な考え方を整理し、観光施策を推し進めていきます。次に、新たな名物についてですが、具体例として、片野市の自主に枚方市の
地域資源である淀川の吉を使用したオリジナルラベルの日本酒を作成する予定です。今後は両市の企業の技術をはじめとするあらゆる地域資源を活用して新しい名物を開発する予定です。次に自然と共生し美しい環境を守り育てる施策についてお答えします。自然環境調査はおおむね5年ごとに実施しているもので、専門家による調査に加え市民の方々に調査に参加いただく機会を設けることで地域の自然環境の状況を把握するとともに、地域に残る豊かな自然と触れ合う機会を持っていただき、自然環境の大切さを実感していくよう実施していきます。次に緑のプラットフォームについてですが、緑のプラットフォームとは市民や市民団体、事業者など多様な主体が一堂に会し、緑化推進などについて互いのニーズや課題を共有するとともに、相互にメリットを享受できるよう、緑を軸として健康や教育、ボランティアなどさまざまな分野と連携した持続可能な企画を立案実施する場です。次に市政運営に対する決意についてお答えします。市長に就任以来、豊かで誇りある枚方の実現を目指す中で、人口減少への対応が喫緊の課題であることから、財源確保をはじめとする行財政改革に取り組むほか、保育所の待機児童対策など、子育て環境の充実、小中一貫教育の推進など、学校教育の充実、防犯カメラの増設等による通学路の安全対策の強化など、町の魅力を高め、市民の定住促進や市外からの転入促進、出生率向上につながる施策を推進してまいりました。奈良教育長。はい、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実についてのうち、まずコーディネーターについてお答えいたします。今年度小中一貫教育推進コーディネーターは、中学校区の一貫教育を円滑に推進する中心的な役割を担い、取り組みの企画調整などを行ってまいりました。次年度も全中学校区に配置し、新たに義務教育9カ年を見通した学力向上プランの作成や進捗管理、授業力向上させるための研修の企画立案、家庭学習の定着を図る取り組みなど、学力向上に特化した取り組みを推進する核としての役割を担ってまいります。次に、教科担任制の導入についてでありますが、中学校教員による教科担任制の導入強化については、子どもたちの理科離れが指摘されていること、学力のみならず、体力についてもその向上を図る必要性があるため、各中学校区の状況に応じて選択できる教科を拡充いたしました。また、中学校教員による教科担任制を導入することは、小学校6年生時において、中学校教員の専門性を生かした授業が受けられることや、中学校入学後、教えてもらった先生がいるという安心感があることなど、中学校への円滑な接続を図ることにもつながると考えております。次に、英語教育ですが、本市ではこれまでから小学校において JTE を活用し、外国語活動の授業の充実を図っており、これまで実施されてきた大阪府学力調査や大阪府チャレンジテストにおいて、府の平均を上回るなどの
成果が出ております。今後はこの成果を踏まえつつ、小学校における英語教育に関する時間が大幅に増えることから、国の動向を注視しながら、JTE の配置も含め、指導体制や指導形態など、本市における英語教育のビジョンについて、検討を進めていきます。また、小学校教員の外国語にかかる授業力向上を図るための研修についても、検討しているところでございます。次に家庭学習についてですが、家庭学習の定着には保護者との連携が不可欠であり、子どもたちの自ら学ぼうとする力が重要であることから、自主学習ノートの進めにおいて、家庭学習の必要性や具体的な取り組み例などを示すとともに、積極的な活用を促すことで、深い学びへとつなげる予定としております。次に、読書活動については、現在、読書活動推進事業に取り組んでおり、学校司書を配置した中学校区を中心に、学校図書館の環境整備を行っております。加えて、本年度整備しました蔵書のデータベース化、オンライン化により、需要等における学校図書館の活用の充実に努め、子どもたちの読書活動の活性化を図ってまいります。上野議員。それぞれご答弁ありがとうございました。公約、それでは2回目の質問、要望を行ってまいります。1つ目、公約実現と市政施行70周年についてですが、市政施行70周年のこの時に枚方市のトップにいるという、その重責を実感し、なんとなく町を盛り上げるということではなく、市民が枚方市に住んでよかったと思える豊かで誇りある枚方の実現に取り組んでいただきたいと思います。大きな2番目の括弧1、人が集まるまちづくりの推進について、その丸1、枚方市駅周辺再整備について、先の総務委員協議会、建設環境委員協議会で、我が会派でも指摘しましたが、新市庁舎の整備については、まず市がどうしたいのかということが最も重要であります。市長の考えをお聞きいたします。2番目の都市基盤整備の充実について、高前寺駅西側での市街地再開発事業の中で進める駅前広場や都市計画道路の整備の考え方や連続一体交差事業による交通環境の改善については理解をいたしました。しかしながら、高前寺駅周辺の新たなまちづくりということですので、駅東側の都市計画道路、中振新郡線などの交通環境の改善も合わせて、今後、検討していただきますよう要望としておきます。それでは、氷ヶ丘中央公園と氷ヶ丘図書館との一体的な再整備についての2回目の質問を行います。この氷ヶ丘地域の活性化に寄与する施設として、それを進めていただけるとのことですが、ここで平成28年12月定例月議会において、我が会派の有山議員が質問していました PPP について、再度質問をさせていただきます。氷ヶ丘中央公園の整備に際して、PPP、いわゆる官民連携によるまちづくりの実施について、市の見解をお聞きしたところ、担当部長の方から、今後予定している図書館と公園の整備に際して、官民連携により、当該地域の活性化の拠点となるよう、取り組みを進めていく考えを示されましたが、今回、改めて具体的にどのような取り組みをされるのか、お聞かせください。また、氷ヶ丘図書館の建て替え後は、指定管理者制度の導入を目指すとありますが、氷ヶ丘中央公園の整備後における官民連携によるまちづくりの実施について、このことも市の見解をお聞かせください。
3番目の安心して楽しく子育てできる環境の充実について、まあ、これは要望でありますが、まず保育所に預けられるかどうかという不安な気持ちをその保護者の方々に持たせないように、目指せ通年のゼロにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。また妊娠から出産、子育て、そして高齢者に至るまで切れ目のない支援の展開をぜひともお願いをいたします。そして留守家庭のことでありますが、今市は放課後自習教室が全児童対象だから、まあ、全児童対策をしているとおっしゃいますが、このことに関しては定員もあるわけですから、本当の意味での全児童対象、全児童対策をしっかりとやっていただきたいと、推進してほしいと要望をしておきます。4番目、子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実についてです。まず要望について先に述べさせていただきます。教科担任制の導入については中1ギャップを解消する手立てとなる反面、小学校の先生との雰囲気の違いに戸惑うこともあるのではないかと危惧します。子どもへの接し方に十分配慮をしてもらいたいと思います。英語教育については、まさにグローバル社会を生き抜くための大きなコミュニケーションツールとなりますので、さらなる充実を求めておきます。また、読書好きの子どもを育み、不読率の課題を改善するためにも、子どもたちが自ら本を読みたいと思えるような、まあ、そういった読書環境をまずしっかりと整えていく必要があり、そのことを早急に進めていただきたいと要望しています。そして給食については質問をさせていただきます。市政運営方針では実施手法の検討などを進め、平成29年度中に今後の方向性をまとめるとありますが、まあ、一体どのような実施手法を検討されているのでしょうか。第一学校給食共同調理場と同規模の共同調理場をもう一箇所整備されるのか、民間調理場活用方式との併用とし、施設整備費を縮減したとしても、毎年の運営コストはどうやって捻出するのか、温かい給食の中学校もあれば、冷たい給食の中学校に分かれてしまう、そういった懸念もあります。教育効果を高めるための要素が見えないのではないでしょうか。こういう状況の中で、本市財政への影響などを考えていきますと、市長の本任期中の全員喫食の実現は無理なのではないか、もうそうならば公約にこだわることなく、選択制を継続し、現在 25% の喫食率を 50% にしていく、そのための具体的な方策に取り組む、そのような方向性を示されることが適切ではないかと申しておきます。次に、質問です。このさまざまな学校教育の、さっきの給食は要望でした。すいません。で、次に質問です。さまざまな学校教育の充実を進めていく上で、まあ、教師の力量も求められるところですが、日本の教師は授業だけでなく、生活指導や書類作成、部活動など幅広く受け持ち、世界一忙しいとさえ言われています。このような中、以前から言われている教師の多忙化解消のため、どのようなことに取り組まれているのかお伺いします。3、共同によるまちづくりの推進について、まあ、共同という大きなテーマを掲げながらスタートした地域担当職員制度ですが、その1年目は、まず地域の皆様との信頼関係の構築に取り組んだところとのことです。逆に言えば、まあ、それしかできなかったということですね。まあ、そんな中で、職員の共同に対する理解を全庁的に広めていこうとされているのでしょうか。それでは今後、それをどのように共同に結びつけていかれるのかお聞きをいたします。4、まあ、将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革の推進についての1、市長の言う改革について、まあ、先ほどのご答弁にありましたものを含め、個別の取り組みについて3点にわたってお伺いをします。1点目は、上下水道事業経営戦略および水道料金制度の在り方についてであります。水道および下水道事業会計については、今後の施設更新にかかる事業規模等を見極めながら、上下水道
事業経営戦略の平成30年度策定に向け取り組み、合わせて公計別料金体系など、現在の水需要に合った水道料金制度の在り方について検討を進めますとありますが、料金制度の在り方をどのように検討され、またどのように計画の策定に取り組んでいかれるのかお伺いします。2点目は、職員の人事給与制度についてお聞きいたします。新たに審議会を設置し、より適正な給与水準を確保するとともに、職員のやる気をさらに高めるメリハリのある制度構築を図りますとありますが、職員の人事給与制度のうち、特に人事制度については、制度そのものに対する職員の納得性や公平性、透明性が担保された安定的な制度であることが、職員のやる気の維持、向上を図る上において重要だと考えます。そして、そうした制度を構築していくためには、何よりもまず行政内部においてしっかりと議論し、検討を重ねた上で、市長自らが最終的に判断されるべきであると考えますが、この度の審議会の設置については、そうした議論や検討、そして最終的な判断さえも安易に外部の方々に委ねようとされているような感じを持たざるを得ません。市長は新たに設置する審議会をどのように活用して、職員のやる気を生み出そうと考えておられるのかお聞きいたします。3点目に、公共施設の老朽化対策において、公共施設マネジメント推進計画に基づき、長寿命化や総量最適化を進めるため、来年度は施設カルテを作成されるということです。施設カルテとはどのようなものなのか、また今後どのように具体的に取り組みを進めるのかお伺いします。そして続いて、安全で利便性の高い町を、大きな3番目のうちの、この括弧1、安全で利便性の高い町を築く施策についての1番、防災力の向上について、防災に関するイベントは、それを主体にしてしまうと、関心のある方々だけのイベントにもなりかねません。そのことから、防災以外のイベントでのブース出展などの啓発は良いことだとも思いますし、イベントそのものの来場者が多いと、ブースへの来場者も期待できますので、ぜひこの取り組みは継続し、啓発に努めていただきますようお願いいたします。また、他市では、市を挙げて取り組む総合防災訓練を実施しているところもあります。私たちの会派では今までからも防災に対するさまざまな提案をしてきており、このことについても提案しているところでございます。現状取り組んでいる地域ごとの防災訓練や地域の声を聞きながらの訓練内容の決定はもちろん重要であると思いますが、市全体での総合訓練もぜひ実現していただけるよう要望しておきます。丸2、交通環境の整備についてありますが、まずこの歩道の改良は、これからの高齢化社会を考えると、早急な対応となってまいります。路線を選定し、整備手法について検討するとのことですが、一刻も早く実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。また、道路の長寿命化につきましても、道路は都市基盤の基本であり、都市の基礎とも言えます。予防保全の観点から検討していくとのことですが、こちらも早期に取り組んでいただくよう要望いたします。空き家、空き地の適正管理および活用の促進について、これについて、管理不良な空き家や空き地に対して、緊急安全措置を実施したり、総合的な窓口を設置するなど、適正管理のための取り組みを行うことは重要です。併せて、管理不良の空き家、空き地の発生を未然に防止するために、空き家の活用を促進することも大変重要だと考えます。市では、空き家等対策計画を策定し、有効活用に向けた取り組みを進めるにあたり、空き家の実態調査もされているようですが、その活用に向けた施策について、これを聞いてまいります。お伺いします。また、次、2番目、健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくりを進める施策についての1、市民の健康づくりの推進についてであります。実は、肝炎ウイルスの検診受診率は非常に他市と比べて、本市は低い状況でございます。受診率向上に努めていただきたいと思っております。
またドクターカーについてですが、救命率の向上、社会復帰率の向上を図るためには、医療体制の整いにくい土曜日、日曜日や夜間の運用が望まれます。それだけ費用もかかることにはなりますが、せっかく導入するのですから、市民の命を守るため、時間を限ることなく、24時間365日の運用を要望しておきます。そして、動物愛護については、ご答弁にもありましたけど、しっかりと殺処分ゼロを目指し、積極に取り組んでいただくことを要望しておきます。で、3点目の障害者施策のスプリンクラーの設置については、大事なことでありますが、28年度は1件もなかったということをお聞きしております。で、高額なことでもありますので、しっかりとこう寄り添ってあげながら進んでいくよう、今後ともよろしくお願いいたします。4番目の働き方改革と女性の活躍についてでありますが、働き改革、本市においても女性活躍と次世代育成の両面からワークライフバランス促進に向けた計画を策定されていることは理解をいたしました。しかし重要なことはいつも思うんですけど、計画を作成するだけではなく、具体的にどのように取り組んでいるかということが大事だと思います。このワークライフバランスについては、国においてもフレックスタイムやプレミアムフライデーなど、さまざまな取り組みを働き方改革の一環として推奨をされています。本市職員に対しても、これらを活用するなど、スピード感を持って取り組みを進めていくべきであると考えるのですが、今後どういった方向性で取り組んでいくべきと考えておられるのか、市長の考えをお聞かせください。一人一人の成長を支え、豊かな心を育む施策についての子ども・若者への支援についてです。子どもの権利を守るためにも、子どもの観点から見ても、家庭的養護の推進が重要だと考えます。里親は我が子として育てる養子里親以外にも、一定の期間だけ預かる週末里親や養育里親、養育里親は大阪府では育みホームと言っているそうですが、まだまだ広く市民に知られているとは言えません。まずは里親について知ってもらうことが大切ですので、今後もより一層啓発に努めるとともに、家庭が大変な状態に陥らないように、その里親制度も大事だし、そのもう一歩手前のこの家庭が大変な状態に陥らないように、そういう予防的な対応も今後しっかりと丁寧に取り組んでいただくよう要望させていただきます。かっこさん一人一人の成長を支え、豊かな心を育む施策についての、文化芸術施策について、この市政運営方針の中に、美術館を含む本市の美術施策の推進に関する基本的な考え方をまとめますという、そういう言葉がありましたが、美術館については12月の定例月議会において、建物寄付の申し出のあった美術館に係る和解と美術館条例の廃止が可決されたところであります。そういった状況の中で、なぜあえて美術館を含むと記載されているのか、美術館を今すぐに建てるということなのか、これは疑問に思いましたので聞かせていただきます。4番目の地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまちづくりを進める施策についてですけど、この新たな組織において観光施策に係る企画立案を行い、民間のご意見を聞きながら観光施策を進めるとのことですが、今のご答弁では民間活力の活用方策の具体が見えてきておりません。観光や産業にとって民間の力は大変重要になってくるとは思いますが、民の力を借りて何をされるつもりなのかでしょう。例えばマーケティングリサーチをするのか、観光アドバイザー的な人材を民間から登用するのか、一口に民間活力といってもあらゆる方策があります。今後新年度に向けて明らかにしてほしいと思います。観光施策を推進するためには、あらゆる方策を講じなければならないと、そのように考えております。先日大阪を観光するのにインターネットで検索した韓国の友人は、天禄の大阪暮らしの今昔館、そこに行きたいと私の娘に言いました。また東京の友人は、片野の星のブランコっていうのが検索したら出てきたから、そこに行きたいと、そういうふうに
言うんですね。で、私たちが考える大阪城や海遊館などが、その子たちにとっては観光地ではなく、思わぬ場所に注目が集まることに私自身驚きもしました。地元の私たちが気づかない新たな観光スポットを作り出していくことが大切なのではないかと思います。ところで、市政施行70周年を契機に、年間を通じて地域資源を活用したさまざまな事業を実施していくと述べられていますが、実際には地域資源に限らず、幅広くさまざまな記念事業を実施されるわけです。また、この項目では、単発的な取り組みでは、この項目のタイトル自体がですね、の継続性のある取り組みがこう言われているので、あんまりこの、今回の70周年記念事業というのをこの中に入れるよりは、それこそ新たな項目を別立てで70周年記念事業についてこういう市政運営方針を出されたらよかったんではないかと考えますが、そのことについて見解をお伺いします。市政運営に対する市長の決意について、市長は、その市政運営方針の終わりにおいて、市政運営に対する決意を述べておられたわけですけれども、昨年の市政運営方針と見比べると、昨年の市政運営方針では、保育所等の第2子以降の保育料の無料化や、子ども医療費助成の拡大、中学校給食の全員喫食については、早期実現を目指すとされていました。ところが、今回の市政運営方針では、中学校給食については考えを述べられましたが、残りの2つの取り組みについては、昨年のような決意は述べられておりませんでした。このことは、その実施を断念したということなのか、お伺いします。以上で2回目の質問要望を終わります。伏見市長。上野議員の2回目の質問にお答えします。まず、枚方市駅周辺再整備のうち、新庁舎整備につきましては、市が責任を持って方針を決定すべきものと考えております。次に、都市基盤整備の充実のうち、郡ヶ丘地域のまちづくりについてお答えします。郡ヶ丘図書館の建て替えにあたっては、民間ノウハウをより効果的に活かせるよう、プロポーザル方式により、設計事業者を選定します。その中で得られた提案を公園の再整備に生かし、設計段階から図書館整備と一体的に取り組むことで、より利便性の高い公園として活用できるよう検討を行い、町全体の魅力アップにつなげていきます。また、公園整備後の官民連携による町づくりについては、PPP の概念をもとに、プロポーザルの提案内容を踏まえ、その方策について検討していきます。次に、共同によるまちづくりの推進についてお答えします。共同によるまちづくりを今後さらに推進していくためには、まずは市職員が広告コミュニティ協議会の意義や取り組みに対する理解を深め、それが全庁的に広がることが重要です。そのことにより、職員の協働に対する意識が高まり、従来の形にとらわれない新たな発想が生み出され、さまざまな協働の取り組みに結びつくものと考えています。次に、将来世代に大きな負担を残さない、徹底した市政改革の推進のうち、水道料金制度の在り方と、上下水道事業経営戦略についてお答えします。近年、人口減少や節水機器の普及などによる使用水量の減少に加え、大口需要者の地下水採取など、水道使用の状況が大きく変化しており、こうした状況の変化に応じた持続可能な料金制度となるよう見直しを進めるものです。また、上下水道事業では、今後、老朽化した基幹施設などの更新需要が高まっていくことが見込まれる一方、公営企業として市民生活を支える上下水道サービスを将来にわたって安定的に継続していくことが求められます。そのため、平成31年度以降の施設の更新等にかかる投資と料金収入などの財源の収支見通しを示した中
中長期的な経営の基本計画である経営戦略の策定に取り組んでいくものです。次に人事給与制度についてですが、新たな審議会につきましては、人事制度に関するそれぞれの専門分野において、優れた知識や経験を有する複数の委員による構成を予定しており、そこでの議論やご意見を踏まえた上で、市として方向性を決定し、職員のやる気をより一層引き出すことのできる人事給与制度の構築に取り組んでまいりたいと考えています。次に、老朽化が懸念される公共施設等についてですが、施設カルテは、公有財産台帳に記載されている私有建築物の基本情報に加え、財務情報や建物の性能状況、利用状況などを個別施設ごとに見える化したものです。平成30年度からは、毎年作成する施設カルテを用いて、公共施設の評価を行い、施設の維持、集約化、複合化などの方向づけを行っていきます。次に、空き家、空き地の適正管理および活用の促進についてお答えします。空き家、空き地の未然防止や有効活用等については、策定を進めている空き家等対策計画の中で、外部の有識者等で組織された空き家等対策協議会のご意見をいただきながら検討を進めているところです。空き家の発生の未然防止については、パンフレット等による普及啓発や相談会の実施等に取り組んでいきます。また、具体の施策につきましては、地域住民の身近な活動拠点や交流拠点として利用いただけるよう、所有者と空き家の活用を希望する団体とをつなぐ仕組みについて検討するほか、空き家の実態調査のうち、空き家所有者に対して活用についての意向把握を行うとともに、それらのデータを生かすなどにより、方策の検討を行っていきます。働き方改革と女性の活躍についてお答えいたします。フレックスタイムやプレミアムフライデーなどの取り組みを、本市のような基礎自治体で実施するには、多くの課題がございます。しかし、職員の多様で柔軟な働き方については、現在、希望者による1時間休憩の施行も実施していますが、今後、さらなる検討を進めていく必要があると考えているところです。ワークライフバランスの実現には、職員の意識改革が大変重要であると考えており、昨年度から男性の育児休業促進をテーマとした庁内法の発行や、管理職員を対象とした育ボス養成講座の開催など、職員の意識に訴えることを主眼とした取り組みも開始したところです。今後も男女を問わず、すべての職員がやる気を高めることができる職場環境の醸成を図るため、さまざまな角度から検討を行い、さらなるワークライフバランスの実現に向けた取り組みを進めていきます。次に、文化芸術施策についてお答えします。美術館条例の廃止に係る審議において、美術館の必要性、方向性については、市としての考え方をしっかり持つべきであるというご意見をいただいたことも踏まえ、美術館の必要性や方向性を含む美術施策の推進に関する基本的な考え方を改めて整理するもので、美術館整備計画として策定するものではございません。次に、地域資源を生かし、人々が集い、活力がみなぎるまちづくりを進める施策についてお答えします。本市が市政を施行して70年を迎えるということは、本市にとって大変重要な節目の一つになると考えています。そのため、市政運営方針の冒頭において、記念事業に関することを総括的に述べました。私は記念事業が単に1回限りのイベントにとどまることなく、市民や市民団体、事業者とともに、にぎわいの創出や町の魅力向上につながる取り組むよう取り組んでいきたいと考えています。次に、市政運営に対する決意についてお答えします。保育所等の第2子以降の保育料の無料化については、まずは待機児童の解消に向けた取り組みを推進し、今後の進捗状況を見極めていきたいと考えています。また、
子ども医療費助成の拡大については、財政の健全性を損なうことがないよう、財源確保に向けた取り組みを進めるとともに、今後の収支見通し等を見極めながら、早期実現を目指していきます。奈良教育長。はい。教職員の多忙化解消についてお答えいたします。教職員の多忙化解消は喫緊の課題と認識しており、その対策として公務支援システムの活用により成績処理や帳簿管理等の事務軽減を図るとともに、中学校部活動指導協力者の派遣により指導面での負担軽減にも取り組んでいるところです。今後も教職員が子どもたちと向き合う時間を確保できるよう、国の調査分析や先進事例などを研究し、多忙化の解消に向けて取り組んでまいります。上野議員。それぞれ2回目のご答弁ありがとうございました。それでは3回目の質問と要望を行ってまいります。枚方市駅周辺の再整備についてであります。先の総務員協議会、建設環境員協議会の2月28日に、本市議会に対して、追加資料が提出をされましたが、そこには、枚方市と京阪ホールディングス、それぞれのまちづくりの考え方が示されていました。その資料は、枚方市と京阪ホールディングスとでは、合同庁舎の位置に差異があるものでした。そもそも合同庁舎化につきましては、国、府、市の行政間で方針を決めていくべきだと考えています。そこでお聞きしますが、その資料に示されている枚方市のまちづくりの考え方、いわゆる観光庁団地が含まれる外区での合同庁舎化が市長の基本的なお考えなのかお伺いいたします。都市基盤整備のことについてであります、郡ヶ丘地域の、国の方では、公園における PPP や PFI による新たな公園の整備手法を創設し、民間活力による都市公園の再生、活力化を推進しているとのことです。郡ヶ丘中央公園のポテンシャルを生かし、ハード面、ソフト面でも官民連携によるまちづくりを検討していただくよう要望しておきます。子どもたちの未来への可能性を最大限に伸ばす学校教育の充実については、次期学習指導要領の主体的、対話的で深い学びとしていくためにも、その核となる教師の方々の無償をサポートし、未来の宝の子どもたちを育んでいってもらいたいと強くお願いをしておきます。共同によるまちづくりについて、今回、私はいろんな部署の方とヒアリングをさせていただく中で、すでに共同のまちづくりを展開されているところも多くありました。地域担当職員制度と大冗談に構えなくても、共同の理念がしっかりしていれば、市民とともに共同のまちづくりは可能であると同時に、そうして市民との共同をすでに実施している各部署の動きと、地域担当職員制度とのその整合性、位置づけの明確化を図っていかなければ、同じ目的で取り組んでいるにもかかわらず、方向はバラバラになってしまうということを申し上げておきます。市長の言う改革についての人事給与制度についてお聞きをいたします。今回の市政運営方針の中では、以前に我が会派が指摘していました職員定数条例の見直しに関することが盛り込まれておりませんでした。この課題について前向きに取り組むおつもりがないのかなと、そのように思い、大変残念に思いましたけれども、条例で定められた職員数と実職員数との間に乖離が生じている現状を踏まえ、市長は今後どのように対応されるのかお聞きをいたします。働き方と女性の活躍については、もう男女を問わず働きやすい職場環境にしていくことが女性の活躍をさせていきますので、今後も市として一層の取り組みをお願いをしておきます。
文化芸術政策については、もう先ほども美術館に関わる根本的なところっておっしゃいましたけれども、文化芸術に関わるその根本的なところを市がしっかりと持ち、今後もこの文化芸術部門についてこう進めていかれるよう要望をしておきます。また地域資源を生かす人々が集い活力、この地域資源というのは市民の方にとっても喜ばしいことだと思いますので、しっかりと取り組んでいただきますよう要望しておきます。最後に市政運営に対する市長の決意、また公約のことについてお聞きをしましたけれども、どのこともやっぱり財源確保が大きな課題になっていると思います。市長は市民の幸福のためにこれからも私ども議会と力を合わせて、より一層そういう財源のこととかにも目を向けながら取り組んでいただくことを要望としまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。伏見市長。上野議員の3回目の質問にお答えいたします。まず枚方市駅周辺再整備のうち合同庁舎化につきましては、観光庁団地が含まれる五街区を基本に検討を進めているところであり、国府と協議を行った上で平成29年度のできる限り早い段階で今後の方針をお示ししたいと考えています。次に、将来世代に大きな負担を残さない徹底した市政改革の推進のうち、人事給与制度についてお答えします。職員定数条例につきましては、効率的で効果的な行政運営を図るため、今後の行政需要の動向等も見据えながら、平成29年度中に現在の職員定数基本方針を精査、検証した上で改定し、これを踏まえ条例の改正に取り組んでいきます。これにて上野貴子議員の質問を終了します。